ニューポート、ニューポート、ニューポートは、アメリカ合衆国ロードアイランド州南東部、ニューポート郡に位置する、港湾都市。州都プロビデンスの南約48キロメートル、ボストンの南約100キロメートルに位置する。人口は26,475人、2000年国勢調査。ロードアイランド州に深く切り込んだ、ナラガンセット湾、ナラガンセットに浮かぶ、大きな島、アクイドネック島。 アクイドニック、別名ロードアイランドの先端に位置し、湾の対岸とは、ニューポートブリッジという吊り橋を含む長大な、海上道路で結ばれている。港湾の他保養地、別荘地としても名高く、19世紀末以降に、建てられた豪邸が、町の南の風光明媚な海岸に並ぶ。また、その他アメリカ海軍の訓練施設などが立地している。をいて、 日本や琉球などを訪れたマシュペリーペディなど、海軍ゆかりの出身者も多い。ニューポートの町は六百三十九年、ウィリアム・コディントン、ウィリアム・コディントン、ジョン・クラーク、ジョン・クラークらによって建設され、六百四十年に小学校も建設された。彼らは、反立法主義に共感を示したためボストンを去り、信教の自由が保障され多くの宗教的少数派を、 受け入れていたロードアイランド植民地に移住したという経緯がある。以後、クエーカー教徒、ユダヤ人らが多く移住し、アメリカ発のシナゴーグも建てられた北米を代表する将校として繁栄を始めた。1727年、ジェームズ・フランクリン、ベンジャミン・フランクリンの2位はニューポートで印刷業を始め、1732年には最初の新聞、 ロードアイランドガゼットを発行した。彼の息子、ジェームズは、週刊誌、マーキュリーを1758年に発行している。アメリカのアンティーク家具の名品として高額で取引されている、ゴダードタウンゼンド。ゴダードタウンゼンドの家具は、18世紀に、ニューポートのゴダード家とタウンゼンド家で作られたものである。1687年にはシントンスクエア東端に、 建てられた木造の役所は、1730年代、後半からレンガ作りの常時長寿町様式建築に建て替えられ1741年に落成した。オールドコロニーハウス、オールドコロニーハウスと呼ばれ現存する、この建物は、ロードアイランド植民地の議事堂として機能し、アメリカ独立戦争前後には、飲酒法をめぐる集会など植地独立運動の舞台となり、 歴史上重要な役割を果たした。イギリスの植民地支配に対する初期の抵抗が1769年、ニューポートで起こっている。イギリス海軍のスループホブネギバティ号が破壊され、積んでいたボートが街の広場ワシントンスクエに引きずり出された事件である。アメリカ独立戦争の間、イギリス軍は1776年から1778年までニューポートを占領し、 町の商船業の大半を破壊した。ニューポートは奴隷貿易、三角貿易の上でも重要な港であった。18世紀にはニューヨークやボストン、フィラデルフィア、チャールストンなどと並ぶ北米の使用港に数えられた。またこの頃からニューポートは人気のある休暇先として夏の避暑地として有名になる。ナサニエル・グリーン将軍ら政財界や 軍の有力者が邸宅を構え、19世紀後半には豪邸が街外れの海岸に並ぶようになった。ジョン・カイ・ケネディ上院議員とジャクリーン・ブービーへの結婚式は1953年9月12日、ニューポートのセントメリー教会で行われている。アメリカ合衆国大統領となったケネディとアイゼンハワーは、ニューポートで夏を過ごし、人気中はニューポートに、 夏のホワイトハウスを構えた。アイゼンハワーは、ホートアダムス、ホートアダムスに、ケネディは、ハマースミスファーム、ハマースミスファームに滞在した。死の歴史は、海軍と切り離せない。ニューポートは、南北戦争の間に、前線から近いアナポリスの海軍兵学校の臨時移転先となった。1971年まで、アメリカ大西洋艦隊の巡洋艦、 駆逐艦からなる部隊がニューポートを母校としていたが、以後ニューポートを母校とする軍の艦艇は次第に減ってきている。アメリカ海軍大学校と海軍教育訓練センター、ネトック海軍水中戦センターは今でもニューポートにある。人口水位は1900年には22,204人、1910年には27,149人。 1920年には3255人、1940年には3532人となっている。2000年の人口は26,475人である。ニューポート湾に位置する、ナラガンセット湾に浮かぶアクイドネック島、ロードアイランドの南西端にあり、島最大の町である。アメリカ合衆国統計局によれば、 死の面積は29.7平方キロメートルで、陸地が20.6平方キロメートル、総面積の30%にあたる9.2平方キロメートルは水面である。ニューイングランド最長の吊り橋、ニューポート橋、ニューポートブリッジは、奈良ンセット湾港の東水路をまたぎ、湾内に浮かぶ粉にカット島島島島を結んでいる。道路はさらに、粉に、カット島の対岸の本土へと伸びている。 ニューポートの街外れの大西洋に面した海岸には巨大な邸宅が数多く並ぶ。その多くは南北戦争終結後から20世紀に入るまでのアメリカの人口、領土、産業、富が飛躍的に増加した今の金メッキ時代、キルデドエージ1865年から1901年に建設されたものである。鉄道をバンダービルト家の人々が作ったブレイカーズ。 ザ・ブレイカーズ、マーブルハウス、マーブルハウス、ラフポイント、ラフポイントなどの夏の豪邸をはじめ、海軍の英雄オリバー・ハザード・ペリーの別荘ベルコート、キャッスル、ベルコート・キャッスル、その他シャトーイコール・シュル・メール、シャトーシュール、メール、エルムズ、ザ・エルムズ、ローズクリフ、ローズクリフなど、石炭王や金山王、中国貿易の成功者など様々な富豪が作った邸宅が有名である。 現在では多くが保存、一般公開され、これらを回るガイド付きツアーも行われている。近郊のブリスウルドマンション、ブライスウォールドマンション、ガーデンスアーベリートムは豪邸の他庭園や植物園があり、東海岸最大のセコイアの木をはじめ優れた植物コレクションを公けしている。ニューポートは1881年にテニスの全米シングルス選手権。 現在の全米オープンテニスの第一回大会が開催された場所であり、1954年には当地出身の名テニス選手、ジェームズ・バン・アレンを記念した国際テニス殿堂インターナショナルテニスホール・オブ・フェームが設立され、世界の重要なテニス選手を検証している。殿堂は市内中心部にあるニューポート・カジノと呼ばれる社交クラブだった建物に入居しており、 テニス界の数々の記念物が展示されている。また1976年からは、同地で男子プロテニス大会のテニス伝道選手権が開催されている。翌1977年から ATP ツアーに組み込まれ、ウィンブルドン選手権開催後の7月上旬から中旬にかけて開催入れるようになった同大会は、その年のグラスコートシーズンを締めくくる大会として、 定着している。また、大会期間中には、毎年1月に発表されるその年伝動入りを果たした人物たちの表彰が取り行われている。ニューポートカントリークラブは、名門ゴルフ場であり、全米ゴルフ協会設立に、中心的役割を演じた5つつのゴルフクラブの一つでもある。1895年に開かれた、全米オープンゴルフと、全米男子、 アマチュアゴルフ選手権のそれぞれ第一回はこのニューポートカントリークラブで行われた。ニューポートは西に港があり、南と東は崖などの続く海岸であり、三方を海に囲まれているため海運業、水産業、そしてマリンレジャーが盛んである。港にはマリーナがあり、クルーザーやヨットなど多くのプレジャーボートが停泊している。ニューポートは 合衆国のセーリング、ヨット競争の首都とも称されており、ヨットレースが盛んである。特に、長年アメリカスカップが開かれた場所だったことも、有名である。ニューヨークヨットクラブは19世紀半ばから132年間に、渡り、連続でアメリカスカップ防衛を続け、1930年から1983年に、かけての間はニューポートにおいて、 各国代表のヨットの調整を跳ね返し続けてきた。1983年、ここニューポートでのレースで、ニューヨークヨットクラはついにオーストラリアのヨットに敗れた。ニューポートは、1954年以来毎年8月に、開催され多くの伝説的なセッションが行われた、ニューポートジャズフェスティバル、1959年以来、毎年開催される、ニューポートフォークフェスティバル、 1963年に、ボブ・ディランが、エレキギターで演奏して、客を驚かせ、ブーイングを浴びて、ステージから降ろされたという伝説があるが、これが実話かどうかは不明である。その他、サンセット・ミュージック・フェスティバル、毎年6月のニューポート国際映画祭などもある。9月には、ニューポート国際ボートショーが開かれ、大勢の観客で賑わう。これ以外にも多数の観光名所がある。 ニューポートタワー、石づくじの塔で17世紀頃ものとされるが、古くからコロンブス以前のヨーロッパ人の入植の証拠と、主張されている塔、サルベレジーナ大学、サルベレジーナユニバーシティ、ニューポートの豪邸の多くを寄付されて、キャンパスとしている、J.K. ケネディの夏のホワイトハウスと呼ばれた別荘ハマーミスファーム、現存する全米最古のシナゴーグである、道路シナゴーグ、 東路品国、全米最古の貸し出し式図書館である、レッドウッド図書館、レッドウッドリブレリーアソニームなどがある。アクイドネック島は多くの美しい砂浜があり、大勢の海水浴客で賑わう他プライベートビーチもある。ニューポートには、市内最大のイーストンズビーチ、イーストンスビーチと断崖が続く有名なクリフウォークの眺めが楽しめるファーストビーチ。 ファーストビーチという公共の砂浜がある。オーシャンドライブには家族連れに向いている、グースベリービーチ、グースベリービーチがある。同じく、オーシャンドライブ沿いには2つのプライベートビーチがある。また、ヨットによる、セーリング、シーカヤッキング、ウィンドサーフィンなど、マリンスポーツが盛んである。ロードアイランド公共交通局、ロードアイランドパブリックトランジットオーソリティ、リプタが、 シュートプロビデンスを中心にバスの路線網を有しており、うちに系統がプロビデンスのダウンタウンとニューポートを結んでいる。また、ニューポートとロードアイランド大学の大学長キングストンとの間にも路線がある。また、リプタは夏季限定でフェリーも運行しており、プロビデンス港とニューポート港を結んでいる。リプタのバスが発着するダウンタウンのバスターミナルには、 グレーハウンドと提携している、ボナンザバス、ボナンザバスも発着しており、ボストンとの間に中距離バスの便がある。グレーハウンド本線は、プロビデンスのバスターミナルを利用することになる。プロビデンスには、アムトラックの駅もあり、北東海路線の中距離列車やアセラエクスプレスが停車する。北東海路線の各列車は、プロビデンスの他キングストンにも停車する。 アセラエクスプレスは停車しない。また、ニューポートの玄関口となる空港も、プロビデンス近郊のノービーにある、ティーカイグリーン空港である。ダウンタウンの北東約3キロメートルに、ニューポート州営空港もあるが、こちらは、ジェネラルアビエーションエアポート、ジェネラルエイビシャネポートと呼ばれる、チャーター機や自家用機専用の空港となっている。このほか、より規模が大きく、 便数も多いボストンの老眼国際空港もニューポートから利用可能な距離に位している。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。